ロッテンブーフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村で、ロッテンブーフ行政共同体の本部所在地である。ロッテンブーフは、オーバーラント地方に位置する。この町は、公式には24の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ロッテンブーフ修道院町の名前はブーキンラダンを意味する。これは、この町及び修道院の設立期には、ここが開墾地であったことを示している。ロッテンブーフは、ロッテンブーフ修道院の所有であった。この修道院は、ベルフ4世によって創建された。この町は、バイエルン選定綱領,領の一部であり、修道院を本部とする閉鎖、ホーフマルクを形成していた。 1803年の帝国代表者会議集を決議に、元月子の抱負マルクは開始された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例により現在の自治体が成立した。マリエ・ゲブルト修道院協会の内部この町の最大の見どころはアウグスチノ会修道院である。この修道院は1073年にベルフ4世によって創設され、 1803年に世俗化された。マリエ・ゲブルト修道院教会、もともとロマネスク様式で1468年から1480年に建設された。内装は、ヨーゼフ・シュムーツァーとその息子フランツ・クサバー・シュムーツァー、でよる、ロココ様式である。上階のフレスコは、マテウス・ニューウンター作である。主祭壇は、フランツ・クサバー・シュメットルの作品、北祭壇のマリア像は、 エラスムスグラッサーの1443年の作品である。8月末から9月初めに大規模な労役用馬市が開催される。野外での競りや仮設ビアホール営業が行われる。ありがとうございます。